こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。私は満員電車に乗りたくないし、移動の時間が無駄だと思うので、新卒からリモートワークの会社で働きたいと考えています。どんな業界がおすすめですか？こちらに回答していきたいと思います。結論、新卒でリモートワークの会社に行くのはおすすめしません。まず先に質問に答えると、リモートワークの多い業界、少ない業界はあります。2020年3月に就職指揮法が行った調査によれば、業界別在宅勤務制度の実施会社比率でトップ3はコンサル、シンクタンク、通信サービスとなっています。仕事内容的に成果が明確に定まっていて、特別な機材やシステム、対面での顧客対応など出社が必要な業務のない業態が上位に上がっています。逆にワースト3は共済、代理店、ラジオです。下位の方には店舗でのサービスや小売が中心となっている業態や、古くから長く続いてきている高齢社員の多い業態がワーストに入っていることがわかると思います。ただ最初に述べたように、新卒でリモートワークの会社に行くのはあまりお勧めしません。理由は3つあります。1つ目に、ビジネスマナーが身につきにくいという点です。社会人としての言葉遣い、電話対応の仕方、メール対応の仕方、名刺交換の仕方など、ビジネスの基礎中の基礎となるような部分がこれに当たります。普通に敬語使えるし、普通にメール書けるしと思うかもしれませんが、いざやってみるとできないことに気づくと思います。例えば顧客からの確認がないと次のステップに進めないような業務で、顧客に確認の依頼をメールしたが返事がない場合、どのように連絡したらいいでしょうか。すでに送ったんですがご確認いただけたでしょうか。では責めるような文章で失礼ですよね。あるいは顧客からメールで添付ファイルが送られてきていないというクレームが入ったが、明らかにメールは送信できていて、メールの CC に入れた社内の他のメンバーも添付ファイルが開けることを確認している。この場合どう対応したらいいでしょうか。こんな感じですね。日本語として正しい文章が書けるというよりは、相手に失礼のないように会社の代表として恥ずかしくない対応ができるかということがこれに当たります。これらのことは一般的に新卒の新入社員研修で学びます。リモートで動画を見る形でやっている会社もありますが、このような重要ではあるものの、ずっと見ているには退屈な動画を自宅できちんと最初から最後まで見るでしょうか。実際に対面で講義を聞いたり、同期の仲間とロールプレイした方が身につくだろうと思います。2つ目に、仕事上のスキルも身につきにくいという点です。新人の頃は基本的に何もできない借りてきた猫の状態なわけですが、先輩の仕事を見よう見まねで少しずつ学んでいくわけです。わからないことで溢れていますから、先輩に直接聞いたり、同期同士で助け合ったりしてできることを増やしていくということになります。就業後には先輩と飲みに行って過去の案件の話を聞いたり、新人の時の仕事上のコツなんかも教えてもらえるし、飲み会で親しくなった先輩からは仕事でも目をかけてもらい、過去の資料を見せてもらったり、プレゼンに同席させてもらったりもできます。リモートの場合、もちろんチャットワークやチームスなどで先輩に質問したりすることはできますが、あまりにも小さい質問はこんな小さいことをわざわざ聞いてもいいのかなという気持ちになりやすく、気軽に質問しにくいことも多いですし、先輩の背中を見て学ぶ、同期と机を並べて頑張るといったことがやりにくいです。3つ目に、人間関係が深まらないという点です。先ほど話した先輩との飲み会もそうですが、新卒での同期はその後ずっと続く友達になりやすいです。同じ会社に入った人は同じような給料をもらい、同じような場所に住み、同じような時期に結婚する人が多いので、ライフスタイルが似ていて悩みを共有したり気軽に会える友達になりやすいんです。 Zoom 飲みはやったことがある人ならわかると思いますが、一人ずつしか発言できないので、リアルの場の飲み会のように目の前の人と話して、その後右隣の会話に加わってというような個別のやり取りができません。仕事はリモートで飲み会だけ同期で集まってやればいいのかもしれませんが、出社しないとなると会社の近くでというわけにもいかず、全員が集まる日時と場所をセッティングするのは面倒に感じる人が多いと思います。同期と仲良くなる必要はないと思う人もいると思いますが、出世すればするほど他の部署の同期の力を借りる場面も増えていきます。以上のことから、新卒でリモートワークの会社に行くのはあまりお勧めしません。新卒のうちは出社して社会人としての基礎を固めて、友達作りもしておき、独り立ちしてそこそこやっていける状態になってからリモートワークを取り入れていくのが理想的な状態だと思います。ホワイトアカデミーではリモートワークや副業 OK の会社など、新しい働き方を実現できる会社への就活もサポートしています。自分の希望に合った会社を紹介してほしい、内定までサポートしてほしいという方は、ぜひ一度概要欄からホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。